はい、それではコテンラジオ番外編を始めたいと思います。はい、お願いします。お願いします、はい。今日からね、何回か樋口さんなしの番外編をやってみたいと思います。はいえっと僕と深井くんと、えー、室越さんの。そう,そうそうそう。はい九州大学文学部出身の、はい、そうねもうね <laughs> ノーダイバーシティ。<laughs> <laughs> <laughs> 多様性がない。同じぐらいの年齢の。で緊急室がね。隣同士っノーダイバーシティで。半径10メートルぐらいの感じになっちゃう。志村以下のねコミュニティでやりましょう。はい。で今日は何話そうか。今日ねキリスト教実は最近僕たち古典 の組織が勉強ししててまそうだよねディオゲネスのチームがね歴史調査チームが任意参加の土曜の朝みたいなやつで福利厚生でね勉強してるんだけれどもアメリカ在住のその進学専攻されてる先生から今習ってるんだけどもうほんとちょっとだけよまだ全然ちょっとだけだけど日本で発売されてる本読んでても分かんねえやついっぱいあったな。 あれが宗教の難しいととやなと思ったよね、うん、先生が結構あれだよねアメリカの神学でちょっと有名なところであの大学がねしっかり勉強されてる方で、うんうん、やっぱりこうクリスチャンがちゃんと話すみたいなことだから、うんうん、ちょっと違うよねなんか日本の,そのノンクリスチャンが喋ってるの本とかとはちょっと違うかなみたいな。宗教全般仏教もね僧侶から勉強してたりするんだけど、うん、やっぱりね、うん 違うねそこが面白いところでもあり、うん、なんていうか独学やっっぱ難しいねね宗教ってうああそうかも、ね、まずはそれを感じるまず独学が難しい領域なんだなっていうのを非常にこう強く感じているよねうそういう勉強の仕方で,で本当はイスラムも勉強したいしまあまあ筋と言ったら多分教えてくれるんだけど。 結構日本語で多分そういうのをちゃんとペラペラ喋れるみたいな人結構少ないんだろうなと思っててあ、ねうん、まあ言ってもないのに決めつけてもあれだけど、はい、もしご存知の方いたらご紹介いただきたいですけどねそうだねその講義自分は出てないけれども、うん、そもそもどういうきっかけでなんかその方と出会ったの仏教はさほらら日本だから、うんうん それでも見つけるの難しいんだけど、うん、仏教哲学をかなりしっかりと理解している僧侶を見つけてそう、ね、その実践もされてるし、うん、論理体系としても理解されてる人から聞くということがまあ一応可能なわけだよね。っていうことがやりやすいエリアに、まあ、たまたま生まれたってことだよね。それから仏教はそうなんだけど、うん、ことキリスト教とイスラムに関しては非常に日本で勉強するっていうのは難しいなって感じてたん、ね、もともと。でもちろんその本とか出てるから読むんだけど。うん 多分だからそのね本で読んでても遠いんだろうなと思ってた。クリスちゃんとかと話聞いてみたりするんだけど、教会に行って。こういう言い方する名前だけど、要領を得なかったりするんだよね、やっぱり。ちゃんと説明できる人っていないじゃん、なかなか。布教するとか、僕をクリスちゃんないしは、そのムスリムとして受け入れようとしてくれるというところに対する感度は多分すごく高いと思うんだけど。なる,どなるほど、なるほど。仏教哲学でこう言われてることが、 キリスト教の中ではどのように解釈されるんだろうとか、キリスト教的世界の,その世界観感覚であるとか、かそういうものを言語化しながら本人が体感してる人。 みたいな人と対話形式で理解していきたいみたいなニーズを満たすみたいな結構難しくて学びの手法として特定のスタイルだからだと思うんだけどなるほどなるほど仏教もねもともと禅宗とかだともうとりあえず何にも考えず座禅しろやみたいな話になるから聞いても教えてあげませんみたいなやつだからまあそういうやつもいっぱいあるとは思いつつもやっぱりそういうふうに理解してみたいという要求はあるよね本普段読んでるしなるほどね難しかったのででツイッターで そういう話とかをしてたら、うん、先生の方から話しかけてくれて、うん、じゃあぜひっていうことで今その勉強をしているリスナーの方ああそうなんだそうそうそう宗派は宗派はプロテスタントだよねプロテスタントの方だけどプロテスタントの何かって聞いてないねそれ聞いてないねそうなんだよね、うん、本人もクリスチャンクリスチャン<ー>けどやっぱりその 学者になるかもしれない方だから、うん、牧師さんとかとはまたちょっと違うんだと思うんだけど捉え方とかが。なんかやっぱりね全然違う本で学ぶのと、うん、神学やってる方から聞くの、うん、多分そのキリスト教の教会とかが出版してる本とかを読んでたら今聞いてる内容にある程度リーチするのかもしれないんだけどむず、うんうん、くないフラットな立場でキリスト教を勉強しようとした時に。 まあ教会が出してるやつも読むべきだと思うんだけど、うん、まず教会じゃない普通の出版社から出てるやつとかから読むじゃんでもそれがやっぱり全然言ってる内容違いますみたいなのって、うん、あるよねって思ったその今僕たちが講義してくださってる先生もそうだし、うん、僕はその大学生の時にギリシャ語を教えてくれた先生がやっぱクリスチャンだったり教会派のクリスチャンだったんだけどうん、うん、僕がその時に思ったのは 普通に喋ってるじゃん普通に喋ってるんだけどある部分に対する確信とかがあるんだよねやっぱねそこは信仰なんだねなるほど確信っていうのは確定の確認信じるの確定の確認信じるののその時僕は「ガカこうわ」っていう本を読んでギリシャ語じゃなくてその人のゼミも別に取ってたから「ガカこうわ」っていう本を読んでたんだけどその「ガカ」っていうのは旧約聖書にあるポエムなんだよねで あの、ちょっとエッチいいんだよ。ちょっとエッチっぽいなんだけど。うん 神学的にどういうい意味があるのかっていう話でなんか普通に考えるとその当時の民謡みたいなのとかを恋歌みたいなのを入れましたみたいな感じなんだけどそれがあの聖書の中に入ってるからうん、うん、神学的なな意味があるはずだだと思ってみんな読むわけだよね、うん、でそれを講じた恐怖哲学の人恐怖っていうのはチャーチファーザーって教える父って書いてある初期のキリスト教の教会の人だよねそのチャーチファーザーの人がそれを論じた本が「過去公は」っていう本なんだよ。はい で僕とかがそのガガこう読むと、うん、何言ってんだろうみたいな感じなわけ。うん、その普通に読むと薄毛のベールをこう一枚一枚はいでとか書いてあるわけ。うん、みたいなのをその恐怖の人はこれは神の真理っていうものに一つ一つ近づいていく様をみたいなのと書いてるわけ。うん、ああメタメッセージじゃないけどなんかこうエヴァンゲリオンを読むみ,みたいなそういう <laughs> 感じですかね。うんうん、もうなんかこじつけに僕には思えるんだけど。うん 先生がゼミしてくれるだから学生2人しかいなかったから先生と僕もう1人や3人ね先生の研究室でゼミやるんだけど、うん、先生のその解説がやっぱ確信に満ちた声なんだよね。<ー>疑ってないんだよねそれをね。啓蒙主義的な感じじゃないんですか、ね、じゃない。それはそうなんだと。はいうん、神の真理について書かれているんだっていう感じでそれを僕たちみたいな見方があることは重々承知しつつもそれでもやっぱり、うん あるんだみたいな神の真理なり神の愛なりっていうアウグスティヌスが言うところの神の愛みたいなのあるんだみたいなのの確信があるみたいなっていうのはやっぱこの彼の居住まいとか彼の小金とか喋るる調子じゃななないいと伝わわってこそうだよねすごくかさっきも言ったけど仏教はリーチがしやすいから日本においては。これは確かに めちゃくちゃ頭いい人こそハマるやろうなっていうのがなんとなくわかるレベルまでそのリーチできたんだけど、キリスト教もイスラムも絶対そうなはずない。だっているじゃん。めちゃくちゃそのキリスト教でも,もうすげえ科学者で、もうバリバリで科学を東大とかよりも圧倒的にランキング高いところで 教授としてやりながらゴリゴリのクリスチャンの人とかいるわけじゃん、うん、どういう感覚なんだろうと思うわけよねそれをさ本人に聞けないじゃん俺そこ行ってないしどういう感覚なんすかっつってであのアスコープって他でやってるポッドキャストで橋爪大三郎先生があのあんまりその宗教チェクな感じでキリスト教を信奉してるっていう感じじゃなくて、うん、だいぶ現実的な派,、うん、派閥の方のプロテスタントだったんだけど それでもあのめちゃくちゃまず仏教に僕より詳しいわけだよね僕より詳しいそしてキリスト教も僕より詳しいうん、うん、でまあ当然イスラムも僕より詳しいっていう状態で、うん、ま本人はキリスト教を選んでるわけじゃん多分そういう人たちから聞かないとあそうねわかんないなと思って <laughs> あなるほどなるほど究極的には。 数の論理体系をちゃんと把握した上で選んでるその知らないから分かってないとかじゃなくて知ってんだけどこれがいいと思ってるっていう人に聞かないと分からないじゃん。確かに一回比較を経た人がいいんだろうね論理体系そこが疑問だからね自分としては。だからそういう人少ないよねって話をしててでもそういう人から勉強するしかないねってなってもちろん座学も大事だし。 そうやって教えてもらう講義体系も大事だしどっちも大切だと思ってるんだけど宗教ってやっぱ興興味味深深いいからねね、うん、非常によ人間の理解しようとした時に避けて通れないジャンルのうちの一つなのにな、ねうん、日本ってすごく特殊だからその諸ジャンルの中でものすごく特殊なジャンルの一部を形成しているから。うんうん そこで生まれてそこで育つとそれ以外のやつ全部理解しづらいみたいになるじゃん。<laughs> <laughs> なってんだよ、多分実際、うん。ねうん、日本で生きていく分にはもう問題がないんだけど。多分 日本ってキリスト教が国内に入ってきてから歴史的にクリスチャンの人口が多分1%を超えたことがないんじゃなかったかなと思うんだけど多分世界的に最もね少ない方だよねそらく、ね、多分世界でほとんど唯一なんだと思うんだよねそのクリスチャニズムがこんなに入らなかった国って浸透しなかったよね、うん、これだけ西洋化してるのにね <laughs>、うん、いや本当そうだよね、うん 近代化が最も早かったけどそれはキリスト教ではなかったってことだもんねそうだね中国とか韓国は意外にクリスチャン人口多いからね、うんうん、そうだよね本当、うん、そうだよね確かにこう見えづらいし、うん、やっぱり何教でもそうだと思うんだけど、うんうん、聞いて答えれるみたいなレベルの人ってやっぱ人数少ないから、うんそうね、レベルとか言ったら失礼だけど。 こっちが結構勉強してきて <laughs> <ー>それでぶつけた質問にバーンって答えれるってやっぱ難しいよね深井君はまた考えるタイプだからね何かにうん、うん、だから僕キューバで教会とか行って、うん、教会をマネジメントしてる人とか、うん、その信者の方とかと話したりとかして、うん、どういうことを人生のきっかけで入るのかみたいな話はやっぱ聞くけど、うん、なんだかんだ言ってやっぱキューバってそのキリスト教がベースの国だから。うんうん

まあ多分お寺に行こうっていう人もあんまりいないんじゃないかな。今はね、<ー>昔はそういうとこだったと思うけど、今はいないよね、多分ね。今ほらね、カウンセリングに行こうとか、うん、その弁護士さんと話そうみたいな感じになっちゃうから、ね、やっぱそれぐらいのなんか密接度の中で、そのリアリティは感じるんだけど、うんうん じゃあそれがどういうことなのかっていうことを聞いてみてバンとは返ってこないよね言語ではああなるほどあんまりにも普通のことだからそれを言語化したりしないよね普通はそうだよね言語でも返ってこないしする必要というかしない方がいいみたいな時もあるしねそうだねそれはあれだよね大乗仏教的な発想だよねそれもあるしどの宗教でもありそうだなと思うんだけど言語的理解みたいなの限界みたいなのもあるしうん 特に信仰なんて言語表現してもしょうがないじゃん。例えばだけど、信仰してる人からするとさ、信仰は信仰なわけで、っていう感覚なわけじゃん、一つの。その感覚、どんだけ言語表現して伝えても、で、ああ、そうなんですねって言われてもさ、信仰してる人からしたら、そのリアクションもどうでもいいよね。何も分かってないやつが、ああ、そうなんですねって言ってるだけじゃん。もっと革新的な、やっぱりあるはずだから、僕は正直まだ感じたことがないんだけど、仏教も、 いいいななっっって思っててて思るるけどやっぱそれは仏教哲学としし実験していってる感じなんだよね、うん、哲学体系として非常に優れているっていう感覚があってこれだけ考え尽くせんわっていう感覚で言ってるけどやっぱり僧侶の話を聞いていると特に仏教なんてもともとまさにそうなんだけどその言語を超えてる体得っていうのがあるからやっぱりそれって行法修行しないとこれ以上わかんないよねっていう領域が当然やっぱりあって、うん。うんうん だからこそ修行してるし瞑想してるよねみたいな話もあるよね。でそれはその論理で理解するとかいうレベルじゃないんだよって話はやっぱされてる。でそれも論理的にわかる。人間論理で理解するものが全てで解、ねはい、すっごくざっくりした話になってしまうけど最近そのスコラ哲学をちょっと勉強する機会があって。 やっぱり中世のキリスト教も同じなんだよねうん、うん、彼らがその神秘体験とか苦行みたいなものをすごく大事にするのは、うん、やっぱすっごく考えられてて、うん、あのギリシャ哲学を下敷きにしてそのキリスト教神学っていうのがどんどん発達していってめちゃくちゃ考えた結果、うん、じゃあどうすれば神というものを出会えるのか理解できるのかみたいなところで、うんうん、苦行瞑想に入っていくんだよね。これだかからすごいい邪道的なな考えかもしれないけど、うん そのほら今さいろんな宗教俺同時に勉強しようとしてるじゃん,うん、うん、それそれが一番いい気がするんだよな <laughs> <laughs> どういうことどういうことだから、うん、その邪道なんだろうけどそれちゃんと信仰してる人からしたらねけどその特に例えばまず世界の三大宗教ってそれだけ人に受け入れられたってことなわけじゃんでそれだけいろんないろんな人がいたわけでねその宗教を信仰してる人たちの中でもうめちゃくちゃ頭のいい人もいただろうしうん、うん もういろんな人がいたけど、それに耐えうるっていう状態をずっと維持してるわけでしょやっぱ絶対すごいはずない。全部。ね、全部が多分めっちゃすごいはずだから、やっぱ全部勉強した方がいいんじゃないかなって、すごい思う。うんうん、あの、なんか漏らすのもったいないなって感覚あるけどね。うん、<laughs> みんな違ってみんないいんだと思うんだよね、やっぱ。 普通にだからその全部、うん、あここすごくいいなとか、うん、ここすごくいいなみたいなのをそれぞれの宗教に見いだすみたいなことを、うん、っ,てっていう人もいるじゃんそして世界にそのタイプの人も。なななんんか俺多分そのタイプなんだと思うあなるほど、うん もももしかししかかか共通点とかも、ね、見出せるかもしれないし、ねうん、で、うん、まあその中で確かに自分が、うん、信じれるやつって、うん、まあこの宗教の言ってるやつに最も近いよねとかは多分出せると思うんだよね。じゃあそれなのかなみたいなのもあるかもしれないし選ばなくてもいいかもしれないしそもそも。うんうん、選ばないとダメだよっていう宗教もあると思うんだけど。うん まあ家はね浄土真宗でそれは全然なんていうか生阿弥陀仏ものくに唱えたことないからあれだけどなんかすごい興味あるよねやっぱね面白いねやっぱねめちゃくちゃ頭いいんだなってことだけ分かってきたよね若い時やっぱ正直バカにしてたからね宗教家族により劣ったものみたいな見方しかしてなかったけど多分特に僕たちの世代ってそうだと思うんだけどちょうど物心ついた時にほら1994年に言 オウム理教事件があったわけじゃんされたよね僕たちが大きくなるに従って、その宗教というのがいかに人間を惑わし、愚かで非科学的なのか、うん、っていうことを、うん、とともに大きくなってるじゃん、僕たちって。で、僕、大学の時に、やっぱその宗教ジャーナリストかなんかの先生が講義に来てくれて、うん、でその人と屋台であのラーメン食いながらちょっと話したんだけど、 僕たちの世代はそうですと僕たちの世代にとっての宗教って多分そういうもんだと思うんですけどって言ったらその先生はそれはね貧しいねって言ったんだよね。うん、でそれ僕は結構心に残っててはい、はい、確かに貧しい理解だなと思って、ねうん。いや俺もね今なら分かるけど貧しいと思う。やっぱり、うんうん なんならやっぱ科学より頭がいいとか悪いとかだけで全てを判断してるわけじゃなくてなんかグッドだねみたいな意味で俺そういう表現を使ってるだけなんだけど科学もいいよすごくいい啓蒙主義も素晴らしいんだけどやっぱりねあの同じかそれ以上すごいと思うシンプルに、うんうん、まあ対立するもんでもないしね対立するもんでもない対立するもんでもないから対立させるという概念の中で解釈する必要もないんだけどやっぱりなんていうかな そのもともと対立構造で教えられてきたじゃん。ちっちゃい頃に。うん、そうだね。宗教科学っていうのを。うん。うん、なんか、貧しいよね <laughs>。それすごいわかる。か本当にだから、本当勉強したい。もっと。あの、うん、もっと素晴らしさがあるはずなんだよね。それぞれの宗教に。で、それは、あの、独学座学でわかるレベルじゃないっていうことはようわかってきた。あの、本当に、 よく分かってきた。<laughs> すごく奥が深い。それ、まだイスラームは正直ほとんど分からないんだけど、うん、本に書いてあるレベルのことしか分からないんだけど、うん、キリスト教はちょっとだけ垣間見てるから今少しずつ。 全く想像だにしない領域だよ、やっぱり。ああ、そう。うん。ここで僕たちがまた聞きしたことを言っていいような内容じゃなかったあそうなんだ。うん。文教もそうだけど。うんうんうんうなんか、誤って伝わったらまずいぐらいの内容だから、やっぱり。そう。それもあるんだろうね。だから、あの、その、ポッと来たやつに言ってくれないみたいなやつあそうかもね。ちゃんと進行して、うん。 っていうその土台ができた人にしか伝えられないこととか多分めっちゃあるんだろうねヤンヤンじゃないと謝、ねうん、って語学習してしまうからうね全部入るかじゃあ <laughs> <laughs> 来られそうやね <laughs> 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 逆にちょっと気になったけど例えばイエスはロジカルだったの いや違うんじゃない多分違うと思うあの。そういうロジック系じゃない聖書もなんかそんな感じじゃないかなと思うんだけど、ね、ちょっとまた全然毛色が違う感じがする<ー>仏教ロジックかロジックじゃないかっていうのはちょっと難しいところなんだけどちょっとだけ講義を受けてきたと印象を述べると、うん、あの聖書の構造自体はものすごく聖地。うん、あ聖地なんですね、うん、だけど<ー>仏教の言い方に比べるとなんかそのレトリックっていうか。 文学的表現ですね。その追表現みたいなとか繰り返しの表現みたいなのが出てきて、アナロジーとかね。そうそう。これがなぜ繰り返されているのかみたいなことがわからないと、これがなぜ追表現になっているかみたいなことが読めときないと、なぜそこでそれが出てくるのかみたいな、これの本当の意味みたいなのがわからないみたいになってる。そうだね。ハイコンテクストだね。そこはね、すごくよくできたテクストって感じ。なるほど。 まあ多分一生かけて分かんないみたいなやつだから、うん、たかだか今4、5回ぐらい講義受けてるだけなんだけど、うんうん、やっぱり多分何も分かってないんだろうなってことだけ分かってきたのがちょっと嬉しいんだよね。<laughs> あ,あ俺何も分かってねえんだっっ。って。 それでもね普通の一般の日本人よりもめっちゃ詳しいと思うよ今けど本当何も分かってないんだろうなっていうのがなるほどその大金を抱えることがんか結構大事かもしれない面白い。いやすごい面白いやっぱり何て言うんだろうねんか富士山より高くて見えないもうてっぺんが見えない山を見ちゃってる感じうわこんな山あんのみたいな一生かけて登れないだろうけど 登れるとこまで登ったら面白いんだろうな、みたいな、なんかそんな感じ。<ー>れそれいいかもね、山の例えっていうか、うん、こう遠くにいる時は山が全部見えてるような気持ちになるし、登れそうな気持ちになるんだけど。うん <laughs> 登り始めるとやばいみたいないう全然ペンが見えないん恐ろしい山でやっぱりそのねさっき言ったみたいなもう今までの何億人何十億人みたいな人がそこの体型の中で考えてきたことだからそれをね30何歳たかがもう大した経験もしてない人がどうにもできないよねしかも同時に山を登ろうとしてるそうだね ちょっとこっちに残ったらすぐ降りて他の山の音で <laughs> 一番やっちゃいけないんだろうね、だから。本当は。けど、うんうん、そういう性格だからね、今ね、うん、50歳ぐらいになったらどれかに入るかもしれないけどね、わかんない、それは。うん、入らないかもしれない。一生。うんうん、けど、なんかあの、その知るっていうのすごいやっぱ大事だと思ったよ。その宗教、うん、やっぱり日本ってほら、宗教本当に忌避するじゃん。けどあ、あれはやっぱりすごいものだと思うので、うん、いい感じで付き合っていくといいと思うし。そうだね。うん そううだと思特に仏教なんて身近だけど仏教じゃなくてもねなんか行ってみたらいいと思うやっぱりそこに聖堂にね寺神社教会とかマスジドシナゴーグとかねもうマスジドもね行ったね行ったね2回ぐらい行ってでインドネシアのムスリムの方が多かったんだけど博多のね福岡のマスジドでそこで俺もやっぱりいろいろ質問するんだけど。 た多分質問が向こうからしたら、うん、あ、こいつ本当分かってないなみたいな質問したんだろうね。<laughs> めっちゃ苦笑いされた。<laughs> いや、そういうことじゃないんだよね、みたいな。<laughs> あれは今でも思い出すな。あそう。そう。そう,うん。マスジドってなんか結構親切に受け入れてくれるなっていう印象があるけど。いや、結構どころかめちゃくちゃ親切。<や>俺、香港行った時もモスクとか行くんだけど、 まあもうめっちゃ親切もう案内してくれるもんここ入っていいですかっつったらいよいよもうおいでって言ってで作法とかを全部案内してくれてであの礼拝のところ連れてってくれてみたいなすっげえ親切けども言葉通じないから質問できなかったんだけど中国語ペラペラ喋れないから自分は筋道行った時になんかめっちゃご飯を食べたああ振ああ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 あうああ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  招くその非ムスリムを招くイベントそうだよねあったあったインドネシア料理だよねあれねとエジプト料理かなんかが出たからいやなんかねまあそんな感じかな何の提言も出なかったけどまだまだこれからも戦いが続くみたいな感じです戦い続くけど結構おもろいだからほんとおすすめ古典の中でいろんな宗教の抗議をなんか受けられたら面白い 古典に入ってる人はもう実はもうその状態になってるんだよね。まあいろんなとていうか仏教とキリスト教を受けれるようになってるんだけど福利厚生みたいな形で。うんうんうん すごいよねすごい福利厚生だなだって仕事で勉強して福利厚生で勉強し <laughs> <laughs> てしかもまあまあなんかいろいろ用意したら多分中立保てると思うんだけどまあなんで前ほら「古典ラジオ」のいろんなバリエーション出していけたらいいねっていうやつの中に、うん、一つ思うのはやっぱ宗教分かんないやないかもしれないけど、うん、宗教やっぱ面白いよそういういね、まあ、で宗教は多分 物議を醸すと思うけど、教える人が何言うかで、そう思わないその宗教の人が多分大量にいるから、そうだよね。一人が喋っても物議を醸すと思うんだけど。しかも我々はね、非信者だから、それが喋ること自体も何か。あんま俺らが多分喋んない方がよくて、招いてね。そう、招いて聞く側に多分回るべきだと思うんだよね。次もし本編で宗教編やるんだったら何やろうかな。 まあだからキリスト教かな。だけどそのだいぶブラッシュアップされると思うんだけどでもそれはそのやっぱりキリスト教をちゃんと伝えるみたいなのを非キリスト教徒がポッドキャストでやっていいかみたいな問いはあるよね。なるほどね。だからそののやっぱキリスト教徒の 人ががやった方がいいんじゃないかなと思うので、あの世界三大宗教であのちょろっとやったじゃん。うんうん、であれはそ,のそれぞれの信者の人からしたらね、うん、何言ってんのお前っていう内容だと思うんだよ実際。で勉強もまだあ,あの時ってその、ね、チームもそんなに蘇生してなかったから、うん、読んでる冊数もそんな大したことなかったしうん、うん、日本で出てる代表的な本を読んで、うん、まとめて喋ってるっていう状態だったんだけど。うんうんうん まだ深淵を覗いてないよねあれはでもなんか深淵を覗くときは僕たちはスピーカーにならない方がいいとどうせ覗けてないかがいいののいてるだけで見せれる立場にないとそうだねうんしまあそのそういうブロードキャストするのって危険だよねっていう発想とかも多分あるんだとそう分かんないけどなのでまあ慎重を要するが 世界理解に役立ちすぎるだろううとは思いやそうだと思うだって聖書をちゃんと知ってたら多分西洋文化の中で行われるあらゆることが今の非じゃない解像度になっていくんだろうなって思うし映画とかが多分そうだよねそうか文学とかも全部だよ多分映画文学 あらゆることが「あこれ聖書のアナロジーなんだ」とか「聖書のそのか模倣をしてるんだ」とか「あこの考え方から出てきてるんだ」とかいうのが多分全部じゃないけどどんどん分かっていくみたいなことが起こるしアニミズムまで含めたら人類の歴史と同じぐらい長いですからね。という話ですかね。 はい。ということで、はい、以上で以上です。はい。ましたありがとうございました。